ましょう。あっちゃんです。昨日かな、道徳の授業のような動画ということで、出させてもらいました。その動画にね、コメントをめちゃくちゃ業さんもらってたね。みんな、いっぱいコメントありがとうございます。何件くらいもらってたかな。どこだ。181件コメントいただいてます。かなり反響が良かったんでね。コメントもね、読ませてもらいました。で、読ませてもらってね。どこだどこだ。3500再生ぐらい。181件。ね、いただいてます。で、この中でね、感じたことをで、お話しようかなと思ったんやけど、そのコメントの中で、賛否両論あるとは思った。で、ピの意見、ほとんどがアンチです。いつもアンチコメントをしてくる人たちです。粘着質のアンチの人たちね。何にしてもアンチコメントしかしない人の反対意見がほぼほぼ多かった。で、応援してくれてるファンの人は、コメント少なかったけども、コメントくれてる人は、分かってくれてるなっていうのがあって。で、せって見てたんやけど、道徳には答えがないんです。答えを求めすぎ。なんでアンチがアンチになるのかっていうのがすごく分かったコメント欄でした。アンチっていうのはね、人に答えを求めすぎるんじゃなく、自分の中の答えを人に押し付けすぎるのね。だから、答えっていうものは十人十色やね。十人おったら十人とも答えが違うね。だから正しい答えっていうのはないのよ、道徳には。で、道徳っていうのは何かっていうと、答えを出すための授業じゃないね。これね、だからアンチの人たちっていうのは道徳の授業をまともに受けてないんやなと思った。道徳っていうのはね、人に答えを求めたり、人に答えを強要するものじゃないねん。道徳の授業っていうのは、とはある、テーマをもとに各自で話し合う。話し合うことによって、忖度するんじゃないねん。自分の中で答えを出すねん。例えば友達が、こういう答え、A っていう答えを出した。違う人は B っていう答えを出した。自分の中にの答えは C であんねんけども、A を聞いたら、いや、A も正しいよな。いや、B も正しいよな。じゃあ、自分の答えはどうなん？例えば、白と黒っていう答えが出たときに、白も正しいけども、黒も正しい。どうやろう。モラルジレンマなんかでもそうやねんけども、友達が悪いことしました。で、それを、実際、友達を、悪いことした友達を、名前を出して、この人悪いことしたよって言うのが正しいのか。悪いことした友達をかばって黙っとくのが正しいのか。どっちも正しいのよ。どっちも悪いわけじゃないね。ね。でも、そこの中で、ね、どこに答えがあんのかっていうのは自分の中にしかない。だから、クラス、30人おったら、15対15に分かれた。10対20に分かれた。10対20に分かれたから、20の答えが正しいのか、そうじゃないねん。10の答えにも正しいところがあんねん。それが道徳やねんね。のに、自分の答えを、ああやこうやって人に意見をね、強要しすぎる。例えば今回は、お仕事について、正義についてっていう話をちょっとさせてもらったんやけどもね。お仕事についての話。お仕事っていうのはどういうお仕事か。あっちゃん例え話に出したお仕事っていうのは、あっちゃんなりの答えであって、みんなの答えではないね。だから、自分の中で答えが出ましたって書いてくれてた人がおったりね。そうやって、それが本間の道徳の授業やねん。のに、まず仕事をしてないあなたが言うなんて、それはあなたは仕事っていうのは作業をすることが仕事やと思ってて、もうその固定観念を人に押し付けすぎてんねんね。だからアンチになる。だから自分の答えっていうのが一番正しいと思ってて、その答えを人に押し付ける人っていうのはアンチになる、なりやすいんやなって思った。そう言われてみてみると、アンチコメントをしてる人っていうのは、ほぼほぼ 100%、自分の中の小さな小さな世界で生まれてきた答えをね、人に強要する。だからそれに反論する人間は自分の敵やとして精一杯全力で抵抗しようとする。ああ、見事にそういうのが出たなと思った。だからすごいいい動画ができたなとあちゃん思ったね。変な話、なんでアンチとはアンチになるのかなって思って、
これちょっとよくよく考えとってんけども、これもあっちゃんの中で答えが出てへんかって、と思っててんけども、今回あっちゃんの中で答えが出ました。アンチになる人間っていうのは自分の答えを人に押し付けしすぎる、だから他人の答えを正しいとは思わないっていうか、他人の答えを聞いても自分の答えを押し付ける。それと、多数大勢が正しいと思ってる。まあ多数決の国日本やからそうかもわからんけど、そうじゃないんよね。100人よって99対1で1が正しくって99が間違えてる場合だってあるし、99が正しくても1にも正しいところがあったりする。それは、数学の答えじゃないねんね。国語の答えっていうのはね、国語の答えっていうのは一つの答えじゃないねん。ね、感想を書きなさいって言って、ね、メロス、なんかメロスは走ったみたいなところの答えで、人を信じてきたのが正しいのか、ね、人を信じて裏切られて、裏切られることがあるから人を信じひんのが正しいのかって言い出したら、どっちが正しいとも言い切れへんのよね。はっきり言って。あれはまあね、ただ人を信じたことによって王様の心が動いたって美談になってるけど、そうじゃなく、王様ももっと極悪やった二人とも助かってへんだわけやし、だからそれに本当の答えっていうのはどこにあんのかって言ったら、自分の中にあるから、他人の答えをねじ曲げようとする必要がないねん。のに、アンチっていうのは、他人の答えをねじ曲げて自分の答えに塗り替えたいところがあるね。お前はスプラトゥーンかって言うやつやけど、だから人のね、オセロかと。ね、自分の色に染めるっていうのが正しいんじゃないのね。他人の意見を聞いて、あ、そういう意見もあるのかっていうのが道徳の授業であって、他人の意見を潰して、それを、自分の意見を押し込むのが道徳じゃない。で、あっちゃんが時々やってる道徳の授業っていうのは、いじめはしちゃダメだよっていう観点から言ってるから、こういうことが間違えてるよっていう授業もする。それも道徳やね。でも、今回やってる道徳はそういう道徳じゃなくね、仕事とはっていう答えっていうのは、100通り、200通り、いや、1000通りあってもいいねん。その全てが正しいねん。人の考え方。だから、お金のために働くっていう仕事もありやし、人脈作りのために働くっていう答えもあり、いや、社会勉強っていう答えだってありやねん。ただ、あっちゃんの中ではそれは違うって思ったら違う。それだけでいいねん。それを人に押し付けるんじゃなく、自分の中で答えを見出す、それがいいと思う。だから他人を見て、言ってみたら全くお仕事をしてない人を見て、ああ仕事をせえへん、まあニートを見てね、仕事をせえへん、これはダメだって言ってるかわからんけど、ニートのように見えて実はデイトレーダーであってね、家から出ずに何億って稼ぐ人がおった。いや、それはそれで正しいかもわからないでしょ。マンション経営してて不労所得を得てたら別に家から出る必要もなくなってくる。それはそれで正しいよね。お金を儲けるっていう観点から考えると、いや、そうじゃなく、経済を膨らまして潤わす、まあ、言ってみたら、一人一人全く見ず知らずの人たちの懐を肥やすためには、経済を大きくしないといけない。それに貢献してるから、ある意味ニートの、デイトレーダーが意外と国っていうかね、国民に貢献してたりするわけやんか。だから何が正しいのかって言ったら、正しいことっていうのはその人の中にしかない。だから自分の中の小さなちっぽけな自分の理論を人に押し付ける。だからそういう人たちはアンチになりやすいんやなって。アンチっていうのは人を批判する。人に反対意見するのがアンチでしょ。アンチなんとかっていうのは反対するっていうことやから、人の意見をぶち壊すのがアンチやねん。なんで人の意見をぶち壊すのかっていうと、自分の理論で塗り替えたいから、自分の理論を押し付けたいからアンチになんねん。だから今回道徳のね、道徳的なその答えのない動画に対して自分の答えをぶち込んできた人たち、あなたたち全てです。一度考え直した方がいい。だからアンチ化していく。これ、一般社会で生きててもそういう考え方してると、やっぱりつまはじきになったりとか、嫌われ者であったりとか、よくだから余計辛くなる。辛くなるからこそ人を批判しないといけない。どこで批判できんのかって。面と向かった人批判できへんから、こういうインターネットっていう小さい世界で批判する。そういう奴らの集まりがネットいじめっていうのにつながんねんね。はい。だからね、道徳っていうのはすごく大事なことやね。だから、あっちゃんもやし、うちの子供もそうやけど、道徳の授業好きやねん。なんでかって言ったら、答えは自分の中であって、
正しい答えっていうのがなくって、全て導き出して自分の中で出来上がった答えを、自分の中で納得する事業やから、事業を受け取っても楽しいし、その事業をしててもね楽しいし、ね、分かってくれる人たちがそうやって話するとすごく楽しいよね。でその中で自分の小さい意見を押し付ける人がおったら空気を乱すから、ああ小さい人間なんだなってしかと見えてくるんよね。それがアンチです。はい、だからアンチになった人、自分の中で、あ、そういうとこあるなと思ったら気をつけてみてください。おそらくそうすると人脈も広がってくるし、世間でね、リアルで嫌われない人間になれると思います。だいたいアンチしてる人ってリアルで嫌われてたり、人に相手にされへん。だからこそインターネットっていう小さい世界の中で人に対立したり、人に文句言ったり、自分をいかに大きく見せるか。だって自分の姿が見えてへん架空な現実やもん、いくらでも大きく見せることなんてできるんよね。それがインターネットなんですよ。だからそういう、インターネットの闇というのか、インターネットの魔力に取り込まれてアンチになっていく、うん、だから道徳っていうのは、道徳じゃない、人間生きていく上で正解なんてものはないねん。人に当てはまる正解ってないね。すべて10人、100人、1000人、1億人だったら、すべての人の中に正解があって、他人には適用しないのよ、その正解は。それに気づかへん人はアンチになる。それに気づいた人は、他人にアンチなことは言わない。それが人間です。はい、人間が円滑に、円満に楽しく生きていく上で、ものすごく大事な道徳。答えを他人に強要しない。っていうことでした。今日のあっちゃんの、プチッと道徳授業、よかったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。アンチをしててね、生きていく上でアンチなんてすることで、いいことなんてない。百害あって一利なしです。もちろん他人にだけじゃなく、自分にとってね、自分の生きていく上の中で、人にアンチコメントしたり、アンチなことを言うことで、いいことなんて何にもないから、一日でも早く。気づきましょう。目を覚ましましょう。